モノマネ1個ぐらいできる？なんか。はい。誰？たけしさんなら。たけしさん。マジ？はい。ちょうだいじゃん。バカ野郎お前。タンカン。サッカーもいけるな。タンカンバカ野郎お前この野郎。バカ野郎この野郎お前。タンカンこの野郎お前。この野郎。冗談じゃないよこの野郎。安田もいけるだろ。なんだバカ野郎お前。この野郎。映画を、映画を見ろこの野郎。バカ野郎。いいのもいける。バカ野郎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 。いい加減にしてもいいから。バカ野郎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 。よしなさい。よしなさい。強さよ。いいってあれをさ。6人のたけしを。制したよ。一人でも大変なんです。すぐ黙った。全員すぐ黙った。いや気持ちいい。気持ちいいワンシーンだったな。すぐ黙った全員。さあ電話つながってる。ハロー。おはようございます。What's your name? My name is Yamamoto. How old are you? I 36. You can try telephone sex. Okay. You try telephone sex. Okay. Telephone. Yeah. Okay. Yeah. Yes, please. Yes. You cook nice. Nice cook. Nice cook. Yeah.もしもし。もしもし。はい、はい、はい。何してんの？はい。いい加減しろよ、お前。すいません。何してんだ、お前、調子こいて。すいません。今何やってた、お前。今、打ち上げ、子供番組で打ち上げしますけど。何してんの？本当にダメだよ。対局のとこにいたんですよ、今。子供番組の打ち上げの席で今何してた、電話で。今、電話で。それあの本当テレフォンセックスこれは何がいるからお前セックなんだこれいい加減しろお前すいませんちょっと子供番組僕も呼ばれたんですけど僕あのこっちがあったんでそうかすいません本当に山本が山本はいすいません申し訳ないですお前どうするアシスタント今会議やってんだけどお前出るいや今どうなってるんですかそっちの状況ちなみにいや一応お前嫌われ者だから補欠にしといたんだけど、はい、いやそれ前回そうなって僕そうだよなバスバーだったんですよはい俺もほら嫌いなやつとやらないっていうスタイルじゃないからいやあれさ ビジネスは置いてきますよそうだから来るもの拒まずもうやるから俺は誰とでもあ本当ですか？俺はもう放棄とだってプロレスするタイプだから。随分前衛的なプロレスですね。だから、今のところだから、ダーリーハニーの長島と組むことになってるよ。ちょっと相手が悪いですね。選ぶんだよ。選ぶんだよ。選ぶんだから。石でも食えよ、お前は。バカ誰が。いや、まあ、でももし、前回僕、ちゃんとした形で出れなかったんですよ。そうだね。理想としては誰とやりたいんだよ。いやー、でも、できるならば、やっぱり、たまには僕、やっぱり、ちょっと、後輩にイエスマンをたまには従えて、やってみたりもしたいんで、なんかそちらに今、グリーンピースとかいるとかっていう話を。はい。その落合とか割と、おそう、はい、落合もやっぱ M1 目指したりとかもしたんで、やっぱ僕らも M1 行ったんで、ちょっとこれも尊敬もされてんのかななんて思ったんですけど。なるほどな。はい。ちょっと落合聞いてみるわ。はい、落合山本どういや、ちょっとベタすぎる漫才する方はちょっと嫌かもしんないですね。でも、席も怒っちゃう。ほとんどあいつが考えてるから。俺はいい。席まで怒っちゃってる。いい、俺はいい、俺は置いといて。我ら目が笑ってないから。山本はい。ダメだって。後輩にもですか？いや、でも俺、飯沼はもう行ってるって話ですよね。飯沼は、そうだ、飯沼は結構困ってんだよ、だから。うん、飯沼とはどうだ？俺とイエスも、はい。どう山本はどうだ好き嫌いいや、一回、なんか動画配信みたいなので喋らせてもらったことあるんですけど、なんか合わないなぁと。難しい。いや、それね、合わないのはもう全芸に合わないんだよ。いや、あれ、それは。何山本な。いやいやいや、
席はな、大丈夫だ。俺席でやります。席。コンビでやらせてください。どうだ、はい。はい。いや、僕は、お前とやるやったらもう、ペンペン草とやるわ。そういうことなんだよ。あれさん、金清さんとやらせてもらっていいですか。一か八か行くの。そしたら、金清か。はい。ちょっとだからお前とかイノシシ太郎とかな、はい、あの滝沢とか金清とかは、はい、お前ら問題児はな、はい、年末にちょっともう一回、はい、もう一個するわ。僕そのラインに入ったから。だからちょっと年末もう一回あの。お話ししましょう。桜がどうだって言ってる時期に年末の話ねえ、ちょっとちょっとエッチな気分になってきちゃったわ。しょうがないやつだな。今まずコント好きだな。ちょっと手を今ちょ、また開いてみろよ。じゃあこっちから攻めさせてもらうわよ。もうちょっともう急だな、おい。どうこれは。おう、悪くないじゃん。おう、ちょっと腕上げたな。おう、なんだ、誰か、本当に子供番組やってるんだね。本当に、切りまーす。振り向いてるんですか。いい加減しろよ。なんだ、さっき。今日あの、長年番組やった人が離れる送別会みたいな。結構割とシュートタイプの中で。大事な席でテレフォンセックスしてんじゃないよ。本当に恥ずかしい。